こんにちは、デラブです。今回は名古屋グルメではなく旅行編です。行き先は九州宮崎。それではセントレアから飛行機に乗って宮崎グルメ1日目スタートです。1時間30分ほどで宮崎へ到着。レンタカーを借りて1軒目へ向かいます。レンタカーを借りて宮崎1軒目のお店に、少し遅いランチでラーメン屋さんへ行きました。店内はカウンター席とテーブル席がありました。昼から夕方までの通し営業なので遅いランチでも間に合いました。専用駐車場もあるところも嬉しかったです。席には高菜や紅生姜などの薬味も揃っていました。チャーシュー麺を注文しました。豚骨ラーメンですが、スープに濃厚さがなく、博多ラーメンとは違う噂通りの宮崎ラーメンでした。食べてもスープはあっさりしており、食べやすいあっさりスープでした。チャーシューは薄切りでしたが、脂身と赤身のバランスが良かったです。麺は細麺のストレート、スープとよく合い、美味しかったです。紅生姜などの薬味で味変しても美味しかったです。おにぎりも注文しました。ごまが乗って中に具はないシンプルなおにぎり、そのまま食べましたが、高菜を乗せて食べてる人もいたので、それも良いですね。時間帯によっては行列もできるそうですが、待ちなしで着席でき、美味しいラーメンを楽しめました。ラーメンを食べた後、観光しホテルで休憩して、ディナーを食べに宮崎の繁華街へ移動。せっかく宮崎に来たので、美味しい宮崎牛を食べに行きました。店内は1階と2階に席があり、ほとんどが個室になっていました。宮崎牛専門販売指定店の第1号認証を受けていることもあり、厳選された宮崎牛メニューの様々な部位がラインナップされていました。塩タンを注文。程よい脂で食感が良かったです。ロースとハラミを注文。見た目はサシが入り、脂が少し多く感じました。見た目は脂がありますが、食べてびっくり。脂があっさりしてめちゃくちゃ食べやすい。そして甘みも感じられ美味しかったです。ヒレ肉も注文。柔らかくジューシーで美味しかったです。ハツも食感と風味が良かったです。本場で食べた宮崎牛は予想以上に美味しく、また食べたいと思いました。もっと食べたかったですが、他にも気になるお店があったので次へ移動しました。続いて宮崎の夜の繁華街である西立へ移動しました。焼肉の次はさっぱりしたものが食べたくなり、お寿司を食べに行きました。店内はカウンター席とお店奥には個室がありました。メニューは壁に貼り出されており、それを見て注文していきます。伊勢海老のお造りを注文。伊勢海老は宮崎の名物となっています。水槽から生きている伊勢海老を取り出し、そのままさばいて提供されました。身がプリプリで食感が良く、甘みも素晴らしく美味しかったです。続いて特上握りを注文。手早く握りが出てきました。新鮮なネタで、どれも身が締まっていて、甘みもあり、美味しかったです。焼肉を食べた後でしたが、ボリュームも良かったです。
ウニはトロッとして風味も良く、イクラも食感と甘みが良かったです。トロは甘みが素晴らしく口の中でとろけました。最後の卵まで美味しくお寿司を楽しめました。食べ終わると注文してない味噌汁が出てきました。どうやら先ほど食べた伊勢海老のお造りの残りを使用したお味噌汁でした。伊勢海老の味噌も美味しく、味噌汁も伊勢海老の風味も良かったです。宮崎名物レタス巻きも注文、美味しいお寿司を堪能できました。続いて宮崎グルメの情報を得るためにキャバクラへ移動しました。情報収集したところ宮崎では締めは釜揚げうどんかから麺という情報をゲット。早速おすすめされた釜揚げうどん店へ行きました。0時ぐらいでしたが激混みでした。釜揚げうどんを注文、というかメニューは釜揚げうどんだけなので注文はボリュームだけを伝えました。うどんは細く食べやすい、硬さは柔らかかったです。だしにつけて食べますが美味しい。あっさりで優しいだしでお酒を飲んだ後には抜群。薬味のネギや天かすもよく美味しかったです。続いておすすめされたから麺店へ行きました。店内はカウンター席とテーブル席がありました。人気店のようで外に20分ほど並んでから入店しました。宮崎は深夜でも人気店は行列ができることに驚きました。名古屋ではあまり見かけない光景かもしれません。元祖から麺を注文、辛さを選べ3辛にしました。見た目から辛さが伝わってきます。麺はそば粉を使用したこんにゃく麺がありましたが、中華麺の縮れ麺にしました。麺がスープとよく絡み美味しかったです。3辛なので辛さがちょうどよく、卵やニラがたっぷりで美味しい一杯でした。宮崎旅行1日目のラストとして宮崎名物肉巻きおにぎりを食べに行きました。テイクアウトのみの販売となっています。チーズもありましたが定番の肉巻きを買いました。ホテルまで歩いて帰りました。ボリュームはしっかりありました。タレが甘辛で美味しく、豚肉も旨味が良く、美味しい肉巻きおにぎりで1日目終了しました。宮崎旅行前編はここまでです。ご視聴ありがとうございました。また後編まで、さようなら。